370万だ。なんで俺が10万円かけることになってる。俺10万円もかけんで。チェーンさんからおすすめ来た。おすすめは3連単、ボックス4等。意味がわからん。どういうことなん？ボックス4等って。ボックスは順番変えて買う。あー、なるほどね。4等買いってどういうこと？つまり、ちょっと待ってくれ。先生、わかりました。ダノン、ドーデュース、イクノイクス買ったり、イクノイクス、ドーデュース、ダノン買ったり、と見せかけて、ダノン、イクノイクス、ジオグリフ買ったりするってこと？こういうこと？4等、全通り、4等だったら24通り。それさ、元取れる？だから24通りもあるか？一回図に書いていいよ、俺。24通りも行くか？これ。いかんべや。だって行くよ。イクイ、イクイ、ダノイクイ戦闘、イクイが一着のパターンが3つないといけないから、イクイ、イクイ、イクイ、ダノじゃなくて、イクイドーダノだ。4とオルマ。3×3×3 だぞ。ルービックキューブってこと？ ルービックキューブってことじゃないの、それ。ルービックキューブってこと？ 3×3×3 って。じゃあ、ルービックキューブがさ、何面あるか数えればいいってことでしょ？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、30、39、40、41、42、43、44、45、46。46通りだ！ 46 通りだわ！これ。3、3連単のボックス4通り買いは、41通りか。3×3×3 の。3×3×3 だな。待って、なんか言ってる。待って。って言ってる。待って。チェンさん、マジか。チェンさん、待って。もう一回説明。先輩だな、先輩だな。大先輩だ。大先輩だから、もうちょい簡単に説明するね。まず 3×3×3 だから、つまりルービックキューブ理論が当てはまるんだよ。今回の書き方には。つまり、こうでしょ？ルービックキューブ。もっと大きく書くね。わかりやすいように。で、こうでしょ？こう。で、これがルービックキューブなわけよ。で、こうなるじゃん。ルービックキューブっていうのは。で、これが、だから、ダノン、イク、で、ドーなの。で、ドウデュース、ダノ、これイクがくんの、ここに。で、そしたっけ、ドウ、ダノ、ドウ、ダノ、ドウで、イクが先頭のパターンもあるでしょ。イクで、こうダノで、こうドウだ、ドウなわけ。そしたら、こっちの、あれもあるの。こうやって。これだと別の書き方もいっぱいあるじゃん。それ全部計算した結果、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、21、22、23、24、25、26、27、29の、30、31、33、34、35、36、37、38、39、41、42、43、44、45、46、41、42、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、で、下に59、66、61、62、63、64、65、66通りだ！ってことで、66通りです。しようと思えば、書き順終わってる。はは？こうだろ。ここ何が間違ってる？この書き順の。どこが間違ってる？来いよ！どこが間違っとんて。
新日は最後、ああ、その地域か。新日は最後の方の地域ね。これ地域差出るから。